こんにちは、しもとです。今回はキスポール・スタンレーモデルをレビューいたします。アイバニーズの PS10 ですね。めちゃめちゃかっこいい。アイバニーズだからミラージュじゃなくてアイスマンになるのかな。グレコがミラージュですね。この PS10 はですね、多分ね3世代ぐらいに分かれてリリースされておりまして、これはね最初期79年製のものでございます。で、2度目はですね、僕が高校生の頃93年か94年ぐらいにね、もう一度リバイバルされてんじゃないかなと。で、その後にね、もう一回確かあるんですよ。70年代から不動の人気を誇るこのポール・スタンレーモデルなんですけれども、現代ものと初期ものはピックアップがね違うんですよね。仕様はね一緒ですね。マホガニーにメイプルトップ、そしてセットネックになってます。で、シバンはエボニーと。で、メイドインジャパンですよ。メイドインジャパン。持った印象はですね、重い。でもね 4.2 ぐらいなんですよね。もっと重く感じるんですけど、なんだろう、これネックが長いからなのかな。重量がねレスポールみたいにここだけに集まってるわけじゃないんで、なんかこう全体的に重い感じはしますね。ネックはゴム太です。ナットがこれちょっと珍しいのかな。ちょっと金物が入ってますよね。で、インレー、めちゃめちゃ豪華インレー。ピックアップはね、アイバニーズのオリジナルなのかな、 V2 っていうのが乗っかってて、まあ、調べてみたらですね、スーパーディストーションを意識したようなピックアップになっているようです。これところどころがね、こだわりがあってめちゃめちゃかっこいいんですよね。ご覧いただきましょう。この辺ね、鏡になってます。ミラーになっております。では早速ね、もう音出ししていきましょう。生音からいきましょうかね。以前ですね、お安めなねミラージュのレビューを出していて、それはねこんな作りがしっかりしてなかったんでね、これはねかなりね重厚感のあるね作りになっております。やっぱ重いですよね。ちょっとレスポール寄りな、まあマホバックでメイプルトップで、ネックもゴンブとマホガニということで、やっぱレスポールより国産のパシャパシャ感もなくね、こうギブソン風な感じ、重心の低い。ではクリーンからいきます。レスポールより、これ歪ませたらね、ズンズン来るやつですね。おお、センターもね、跳ねる感じで。ロック仕様ですね、フロント。上品ですよね。いや、さすがだなと。世界的ロックスターを支えた納得の一本ですね。バリバリの、もう見た目はバリバリのロックなんですけどね、全然いろんなジャンルいけそうな感じ。重い。ここいい刻むだけでなんかロック感が半端ない。素晴らしいです。こんな刻みだけでね、ここまで存在感あるっつうのはね、すごいっすよ。フロント鳴らしてみましょう。
晴らしいですね。これはね、なかなかの衝撃的なギターですね。いや、めちゃめちゃロックです。ちょっと歪ませたらもうめちゃめちゃロックなんですけど、今回今踏んだのはね、オーバードライブ、ドナーのオーバードライブです。まあ、でも、歪ませなかったら、メローな感じで雰囲気がめっちゃあるっていう。それ以外ね、言葉が出ない。これどうしてもね、ちょっとね、飾りたくなってくるようなね、シェイプだったりするんですけれども、やっぱこの引き込まれてるこのギター、それこそがね、やっぱりギターの役目ですよね。これやっぱ鳴らされてる方がいいっすね。これはね、ぜひね、千葉管楽器行った際にはですね、試奏していただきたいですね。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。